反応の消失を確認。無事ね、よかった。こちらアキラ、ハーモニースクエア西連絡道付近でジェナを見失いました。了解。出動中のネウロン隊員は引き続きジェナの捜索に当たってください。アキラ隊員、君は彼女を連れて本部に戻り、司令室へ出頭するように。ヨゼフ司令からの命令よ。了解。あんたのせいで俺まで戻ることになるなんて。まあいいか。これより本部まで連行する。心配するなよ。今回の活躍できっと処分は帳消しだ。もしもの時はまた弁護してやるよ。彼女の件ですが。分かっている。確かに今ジェナの暴挙を止められるのは部隊の中でも君たち以外にはいないだろう。それに人類の未来を担う大事な存在でもある。いや、それはともかく今回の働きは評価に値する。君の処分は白紙に戻そう。上にはもう話を通しておいた。ありがとうございます。ジェナの行方は別動隊に追わせている。尻尾をつかむまでにはまだ時間がかかるだろう。追跡は彼らに任せて、君たちは現場に戻り事後調査に向かった他の隊員を手伝ってやってくれ。何か手がかりや新たな発見があるかもしれない。しっかりと入念に頼むよ。はい、では失礼します。よかったな、交流が解けて。少しは俺に感謝しろよ。とにかく今後は司令の気持ちに応えられるよう頑張ろう。じゃ、屋上で待ってるから、準備ができたら一緒に現場に向かおう。
レギオンが必要な作業もあるはずだよな。みんなきっと待ってるよ。早く行こう。さあ乗って。二人とも、みんなはもう作業を始めているぞ。お前たちにはレイリープラザ屋上周辺に残されたゲートの処理を任せる。ホムンクルスを倒した場所の近くだ。わかるな。時間はたっぷりある。担当箇所だけじゃなく他の隊員の手伝いをしてくれてもいいんだぞ。それじゃあよろしくな。
んた覚えてるか？昔よく親父に連れてきてもらったよな、ここ。なんか今にも両脇にハンバーガーが詰まった紙袋を抱えた親父が出てきそうだよな。今度休みが取れたらジン先輩やアリシアさんを連れて食べに来ような。絶対。
応援要請。何者かが付近に潜伏している模様。各員は周辺への警戒を強化せよ。